ップのプップップ。みなさんこんばんは。まいです。みおんです。2人合わせてチェリップです。さあ1月30日チェリップのプップップ始まりました。なんて笑ったのかわからないけど始まりました。イエーイイエーイ。あ、そう、この番組は休日のひとときをあなたとチェリップでペペペッと過ごす番組です。慣れないイエーイとか言ったから次の自分のそうそうセリフ忘れる忘れたいつくさんですけど、はい、今日のテーマ発表していいですかね。いいよ。今日のテーマはねえ覚えてるということで、いつくさん一言お願いします。あの夏の日のこと。まあ惜しい。なになに違うの。いや惜しいよ、めっちゃこれわかる。わかる人にはわかることなんだけど、うん、もう話すとオープニングからすごい熱く語っちゃうので本編の方で。オッケー。あ、惜しいんだ。惜しい、めっちゃ惜しい。よくやった、よくここまで近づけた。本当に本編の方で話していこうと思います。今日も最後までよろしくお願いします。ぷぅぷぅ。さあさあ、okay. 今日はですね、うん、先日私たちが出演しましたチェリップ一世一代の大勝負のライブ、はい、光が丘今ホールさんでありました、うん、光が丘ガールズポップウェイクさんについてのスペシャルの回を、うん、チェリップのぷぅぷぅでお送りしていこうと思うんですけど、はい、その共演者さんがね、うん、もうすごすぎてチェリップ一世一代の大勝負ってずっと言ってたんですけど、うん、共演者の方がですね、うん、福岡ファンタライムさん、そして同じく福岡リンクさん、うん、そしてさらにバニラビーンズさ ん, バニラビーンズさん、そしてそしてネギッコさんというですね、なぜここにチェリップが本当に入っているのかと、うん、みんなが思ったこのライブで、うん、それで私たちがよく口に出し、特にね、よく口に出して憧れてるって言ってるのが、その最後に言いましたねぎっこさんででして、さっきね、覚えてるってミオンがテーマ振ったのは、うん、その当日も歌っていたですね、ねぎっこさんのねバーディアって曲があるんですけど、 その曲にセリフの部分があって、ねバーディアって本当入るんだけど、うん、ね覚えてるっていうところがあって、え、なんかさ、私のことどれくらい好きみたいな、なかった。いやいや違う違う違うわ、その曲違うわ。あ、違うんだ。でそれで、うん、あの9月の日の出来事って返しで言うんですよ。惜しいわよ。だからまあ夏だけどいいじゃん、暦的には確かに暑さ的にはみたいな、うん、そうそうそう感じ。いやすごい惜しくって、なのでちょっとテンションが上がってしまったんですけど、やったやった。でそのまあ私たちが出て皆さんに見えるのは、うん、ステージ上飛ぶパンの時だけですし、来てない方ももちろんいらっしゃると思うので、うん、どんな感じだったかっていうのはね、うん、まあ、ざっくりと振り返ると、うん、まあ、朝すごい寒かったですね。すごい寒かったね。すごい寒かったんですけど、うん、あのこんなすごい共演者の皆さんのリハーサルとかなかなか普通に見れないよね、うん、と思って、うん、チェリップ一番もう最初っていう、最初に入るって勢いで現場に行きまして、うん、いろんなその出演者さん の,、うん、あのリハーサルをね見れましたね、発表させていただきました。 で、うん、で、なんていうのかな、人数がそれこそチェリップと同じ2人組のアイドルさんから、うん、すごい大人数のアイドルさんまで、うん、こう幅広くいらっしゃったので、うん、いろんなリハーサルが見れたし、そうだ、ね、リハーサルの時点でももう勉強になったし、なんかこうしかもなんていうの、見れて嬉しいみたいな、それな、貴重だよね、すごいすごいもの見てしまったみたいな、うん、で、あのチェリップもなんていうのかな、リハーサルの仕方とか全然わからないで、うんうん、いろんな方のリハーサルを見てどうやってリハーサルしたらいいかっていうのをちょっとずつ学んできてて、うん、今回のリハーサルでもまたなんていうのかな、新しいこうやればいいのかっていう発見とかもあったので、すごいリハーサルからいい経験をさせていただきました ね、で、そしてご挨拶で鳥取のね鬼太郎の、うん、あれクッキーかな、クッキーだね、クッキー、クッキーを、うん、あのそれぞれの出演者さんに渡させていただいて、うん、でそれを口実に写真を撮っていただいて、なんだ
悪い出口だぜ、うん、自分たちでね、あ、すいませんってね、なかなかね、ね、挨拶はできるんだけど、挨拶ってよろしくお願いしますから、まあ、あの写真をとか言いにくいから、なかなかね、挨拶は挨拶でして、うん、あ、鳥取から今日来たのでお土産持ってきたんですけど、よかったら食べてください。で、よければ、どうですかって言って、そうそうそう、うまくね。で、うまくね、うん、なんと全部の出演者さん。そう、よかった、本当に。取れたんですよ、よかった、うん。で、中でもね、リンクさんはですね、あの、そのご挨拶して、お土産渡した時まだ衣装じゃなかったので、であの衣装に着替えたらお願いしますって、すごい心よく言っていただいたんですけど、うん、こう、出番とかもありますし、ね、ちょっと忙しい、バタバタ裏でもしていて、うん、あの、写真がね、一緒に、その、撮れなかったんですよ。本番始まる、うんうんうん、始まって、最後、物販が終わるまで。でも、なんと、そのイベント全部終わって、うん、あともう帰るだけかってなってる時になんとリンクさんがですね、うん、物販最後までリンクさんしてらっしゃったんですけど、来てくださって楽屋まで、びっくりだよマジで、写真一緒に撮りましょうって言ってくださった上に、うん、なんかステージも見てくださったみたいですけど、歌すごいですねみたいな、かっこよかったですみたいな、ね、びっくりして、こちらこそリンクさんのステージかっこよすぎですよって、ミオンがそれでいろいろと、うん、なんていうの、今まで見てきたリンクさんのここが好きとか、それめちゃくちゃ気持ち悪く話し出して、でそれで写真撮っていただいてってなったりとか、あとまさかだよね、パントライムさんはあの同じ2人組で、なんていうのかな、すごい席、楽屋の席も近くて、で運営さんたちも本当にスポーチリップによくしてくださって、あの福岡のお土産持ってきたから食べてとか、すごいなんていうのかな、チェリップにも優しく、すごい気さくな人でしたね、ねえ、楽しく話しかけてくださって、うん、でもちろんお写真も撮れたし、うん、あ、すごいね、ステージを見て、うん、よかったって言ってリミックス CD をわざわざ本当に買ってくださったりとかして、そうそうそう、本当にこうチェリップまた見たいよって、うん、でその次の日に、まあ、大雪でパントライムさんイベントを中止されて、そうなんですよ、でそれその代わりにツイキャスかな、うん、やられてたらしいんだけど、うんうん、そのツイキャスの中でチェリップのライブ見た感想とかをすごい言ってくださったみたいで、うん、本当にありがとう、それ聞きたかったよね、すごい、うん、ファンタライムさん生で聞きたかった、うん、ミオンたちもファンタライムさんのステージ見て、2人でチェリップにとってはこう、うん、人数が少ないから大舞台でなかなか難しいねっていうポイントに、うん、たちは取られてしまってたのを、ファンタライムさんも全然そんなことなくて、ステージいっぱいに使って、うん、2人でもこうなんていうのかな、密度の濃いステージ、すごいかっこよかったね、かかったをしてらっしゃったので、本当にね、うん、それこそ勉強させていただきました。でそんな2人に褒めていただけて本当に嬉しいです、ありがとうございました、ありがとうございます。そしてバニビさんはですね、司会ということで、うん、あのミオンたちとあの順番が次前後してたので、あの司会はご一緒できなかったんですけど、うん、すごい身長高いしスタイルいいし、スタイルいいやん、人形みたい、本当に本当にね、ステージ、うん、あのリハーサルの時から、うん、もうね、なんていうのかな、お人形さんが、そうそうそう、動いてるみたいな、踊ってるみたいな、うん、でもなんていうのかな、花があって、うん、しかもなんていうの、ステージの広さに負けないんだよね、うん、全然ね、でスポットライトがこう当たるじゃん、うん、スポットライト全体がもうその個人個人の空気で、うん、全然ね、うん、ちっちゃくないんだよね、ずっと立ってるだけでも、うんうん、もう立ち姿からやっぱオーラがある、そうそうそう、やっぱ違うなって、すごいね、面白かったよね、でも面白い人だったよね、うん、でもマニビさん、そう、ずっとね、あの今やっている CD の売り上げお話を吉田豪さん、うん、司会の吉田豪さんとされていて、うん、でもね、なんていうのかな、全然、うん、爽やかにそういう話をねされるんですよ、めっちゃ面白い、なのでそれもかっこよかったですし、うん、でねぎっこさんはもう、うん、挨拶する時からもう半泣きで、怖い、逆に怖かったね、ちょっとね、そうそう、挨拶するの本当にいるぞっていうような中でなっちゃって、もうリハーサルの時からうるうるしちゃって、うん、で本当にすごい気さくに話しかけてくださった、写真もすごい、 ありがとうって逆にすごいいてくださって、うん、いやこちらこそ本当にありがとうございますって気持ちだったんだけど、うん、でしかもステージやってるの横舞台袖から変わる変わる、ね、なのでにぎこさん一、うん、人ずつ見に来てくださってて、でわあすごい緊張するなと思いつつも、なんかこう安心して、うん、すごいやろうと思って、うん、すごい優しいんだよね、そう、眼差しも優しいし、うん、でお姉さんみたい、
頑張ってそのパワーを受けて、うん、緊張じゃなくてパワーに変えてステージやることができたし、うん、サプライズでそのバニラビーンズさんとやる予定だった司会の部分を、うん、なんとねぎっこさんが出てきてくれた、ねね、びっくり、本当にびっくり、すごいいろいろと話もしてくださって、うん、最後ゴーさんの計らいでハグをさせていただいてですね、もう汗だくなのに、わかるでしょチリップ、汗だくの状態なのにすごいギュッとしてくださって、そう感動しかなかった。しかもね、あれだよ、一人一人みんな頑張ってねとか言ってくれたよね。そう、言い元で言われたら ね入ってないコメントをもう一言一句聞き逃さずに鳥肌立ったもんね。もうみんなに伝えたいくらいなんですけど、うん、で話してたらもう尺足りないくらい、ね、ちょっと興奮してきちゃったので、うん、この光が丘ガールズポップウェイクさんでチェリップ、うん、1曲目に歌ったこの曲をかけて、ちょっとこの興奮した状態をちょっと落ち着かせていこうかなと思います、うん、それでは聴いてください。チェリップで恋愛至上主義。
プープーさあ、ちょっと気持ちが、クールダウンしたところで、改めまして皆さんこんばんは、チェリップのミヨンです。まゆです。では、その光が丘ガールズポップウェイクさんについて書かれたメッセージをここで読んでいこうと思います。OK、うん。ラジオネーム、エイジさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。まゆさん、みおさん、こんばんは。こんばんは。初めてメールします。1月23日の放送は、光が丘ガールズポップウェイクからの帰りの高速バスの中で聞いていると思います。うん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 。多分、ライブの感動を思い出しながら幸せな気持ちで帰路していることでしょう。私がチリップの現場に通うようになってから8ヶ月が経ちました。去年の初めくらいからツイッターで頻繁に鳥取のチェリップがいいという噂を聞いていて、おー、ありがとうございます。騙されたつもりで全く予備知識なしで見に行ったのが去年の6月、うん、ミオンさんの生誕祭でした、うん、第一印象はメジャー感のある楽曲とパフォーマンスだな、右の子はずっとニコニコしていて MC がうまいな左の子はあまり笑わないけど独特な雰囲気があるな本当曲のタイトル通りアシメトリーな2人だな、温かい雰囲気の現場だな、また見に行きたいなといったものでした、うん、それからあれよあれよという間に8ヶ月、いよいよ憧れのネギッコさんと同じステージに立つという漫画のようなエモい展開に驚いています。続けていれば夢は叶うのですね。そんな光が丘の夢のステージでの素晴らしいパフォーマンスを期待しています。あ、終わった終わったじゃない、うん、待ってちょっといいメッセージなのに、あ、終わったってからパフォーマンスは終了しましたよ。そうだね、そう、いやいやいや、本当になんていうのかな、ホールだったんですけど、うん、そのホール独特の響きとかもそうすごいよく作用してですね。ねえ、よかったよね、ホール前。ホール大好きっ子だから。まあ、前はピアノとかでね。そう。よく演奏してたんだよね、うん、ホールで。そうそう。だから前もなんかこう、いつもより、なんていうのかな、ホームに帰ってきた感じでね。楽しかったよね。で、客席に降りて後ろの人にもアピールしようとか、うん、そのバミリっていうのがこの辺まで動いて、そうそうそう、両サイドの人にも、うん、こう楽しんでもらえるようにたくさん動こうとか、うん、すごい直前までなんていうのか、いろいろと練って練り練りしましたよね。練り練りしまして、やったね。でそれでこういろんな人からこう、うん、すごい良かったっていう、ミオンたちとしてはいろいろとやっぱり、うん、それこそ先輩方のステージを見て、あ、まだやっぱすごいやるべきことたくさんあるなって感じた、うん、ステージだったんだけど、うん、だけどこう解散、今日で解散するつもりでやろうっていう風に言ってて、でそれがこううまく作用したみたいで、みんながこうすごい良かったって言って、たくさんの方が物販にも来てくださって、うん、ね、来てくれたね、本当、うん、でそれでなんていうのかな、温かい気持ちでまた来るからって応援したくなったっていうのをたくさんいただいて、うん、そうだね、こうすごいもっともっとこういろんなことを吸収して、うん、でもっといろんな人にこれからもチェリップ見ていただきたいなっていう向上心ね、うん、気持ちになったライブでありました、うん、でそれでその終わってからもいろんなそのスタッフさんとかに挨拶をしたりとかして、うん、ですごいね、そのネギクさんの MC のこととかサプライズ、うん、でミオたちの台本には書いてなかったりとか、あと最後出演者全員で歌を一曲、女子流さんの歌を歌わせていただいたんですけど、うん、すごい皆さんと一緒によく考えて歌ったからね。そうだよね、マジで。リンクさんからしかもマイクをチェリップに渡していただいてたから、本当すごいことですよ。信じられないよ。で、本当ネギ子さんにずっと憧れてますってよく口に出してたから、うん、そのネギ子さんとチェリップがクローズアップされてるけど、ミオンたちからしたらもう全員、うん、本当皆さん、そうそうそう、本当に尊敬で憧れの、で、ミオンとしてはファンで、うん、っていう存在だったので、なんかすごい。ネギさんとかリンクさんとかね、ファンタイムさんとか、ね、なんかもう聞くだけの人だよね、もう。ね、なので、これからも、こう、どれくらい会えるかわからないけど、憧れの皆さんと、うん、もっと会っていきたいなって、ミオンたちのチェリップのことをちょっとでも知っていただけたら嬉しいなって思ったライブでした。で、うん、いろんなサプライズを本当に関係者の皆さんや今ホールのスタッフさんたちが用意してくださって本当にありがとうございました、うん、でこれを思い出にするだけじゃなくて、これから頑張ろうっていう気持ちに変えて、ね、なんかまた新しい一歩踏み出せる日になったのではないかなと思いました、うん、まさしく。で
次かける曲はライブ本編でも最後に歌った曲です、うん、チェリップさっきのエジソンさんのメッセージもあったけど、この曲に助けられて本当にここまで来たなっていう思いがあるので、うん、すごいなんていうのかな、今日また特別な感じでこの曲聴けるんじゃないかなと思います。 それでは聴いてください。チェリップでアシンメトリー。
ここからは告知をしていこうと思います。はい、明日はですね、地元鳥取で定期公演があります、うん、で特に地元の方、もう朝なので午前からなので、ね、まあ、地元の方特に、うん、あのチェリップっていう鳥取発で頑張ってるユニットがありますので、うん、見に来てほしいですし、なんていうのかな、ぜひ久しぶりの方も本当気兼ねなく、うん、どんな感じになったのか、チェリップ今どういう感じなのか見に来てほしいなと思います。 そうだね、そして2月のですね2日、うん、DJ ミオンとしてミオンはイベントに出させていただきます。関西アイドル DJ コレクションというのがですね、かっこいいのチェリップのリリッパとかでお世話になっているロフトプラスワンウエストさんであります、うん、なんと女性無料です。最高かよ。で出番も20時45分からということで遅いですので、うん、平日ですがお仕事終わり、ぜひ皆さんちょっと一人で本当に緊張してるのでですね、うん、応援に来ていただけたらと。女性無料ですよ。待ってます。一人で来るの不安な方、女性を連れて、うん、来ていただけたら嬉しいなと思っております。 そしてですね、2月6日こちら土曜日はですね、うん、心斎橋サンホールさんでライブプラスさんに出演をさせていただきます。ライブ関西ではちょっと久しぶりですので、ぜひぜひ光が丘のステージを踏んで、うん、ちょっとまた心境に変化の出てきたチェリップ見ていただけると嬉しいなと思っております。いいね、詳しいことはどうすればいいですか、いつぐさん。チェリップで検索してください。よろしくお願いします。お願いします。ということで明日は地元でのライブですので、気合い入れて頑張る ためにも、うん、ちょっとここで今日は寂しいですが、ね、お年でしょうか、お休みなさいしようと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。まいです。みおんです。2人合わせてチェリップでした。バイバーイ。バイバーイ。